1945年7月9日の日食は、1945年7月9日に観測された日食である。アメリカ、カナダ、グリーンランド、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ソ連で回帰日食が観測され、北アメリカのほとんど、ヨーロッパの全部、アジア西部、アフリカ北部で部分日食が観測された。 海域体が通過した海域日食が見えた地域は、アメリカのアイダホ州とモンタナ州、カナダのサスカチュワン州南東部、マニトバ州南部、オンタリオ州北端の小さい部分、ケベック州北端、ノースウェストジュン州チャールズ島前島とバフィン島南部、デンマーク領グリーンランド、ノルウェーのヌールラン県南部、スウェーデン北部、フィンランド、ソ連だった。また、 海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は北アメリカのほとんど、南西部、アメリカのカリフォルニア州南西部沿岸、メキシコのバハカリフォルニア半島と南西部沿岸、パナマ地境、大アンティル諸島東部、超アンティル諸島を除く、ヨーロッパ全部、北、アフリカ中北部、東アフリカ北部、西アジア、イギリス領インド北西部とインドの北西部国境地帯、 中国北西部国境地帯、モンゴル西部、ソ連の大部分だった。ソ連北東端の白夜のある一部の地域では、深夜0時をまたいで7月9日から7月10日まで、または完全に7月10日に、部分日食が見えた。アメリカプリンストン大学の観測隊は、モンタナ州マルタの南東で、回帰日食を観測した。現地では、 回帰色の始まりの前後に太陽がちょうど雲の隙間に入り、回帰色の段階は雲に影響されず、しかし雲が徐々に太陽に接近し、回帰色の終わりの後の部分色で太陽を追った。現地でベイリービーズ、公園、シャドーバンドを見た人はいない。フィラデルフィアのフランクリン研究所とペンシルベニア大学の観測隊はカナダのサスカチュワン州ウーズレイで観測した。 現地で火が出た前には晴れで、ただ地平線付近に薄い雲があり、火が出た後太陽は雲の切れ間を通過し、その後ずっと晴れだった。観測は成功だった。ヤーキス天文台の観測隊は、カナダマニトバ州南西部のパインリバーで観測した。現地の回帰日食は朝にあり、日の出の時東の空は雲に覆われ、回帰食の始まりの25分前に太陽が雲から出たが、 約30分後空一面が雲に覆われた。現地の回帰日食は37秒しかなく、データを充実に記録するため、観測隊は小さいサイズと大きいサイズのコロナの写真を同時に撮影し、外装と総コロナ療法の特徴について研究した。この回帰日食が第二次世界大戦ヨーロッパ戦場の終戦後2ヶ月未満で限られた条件で、 スカンディナビアで観測したのは、スウェーデン観測体数体、デンマークタンムギ観測隊1体、フランス観測隊1体しかなかった。また、小規模なノルウェー観測隊1体と、ソ連国内の観測体数体は、雲の影響で観測できなかった。そのうちストックホルム天文台と、フランスパリ天文台の観測隊は、スウェーデンウェステルボッテンケンブラトスで観測し、 コロナの写真とスペクトルを撮った。ありがとうございます。